ハロープロジェクトレポート。まずご紹介するのは平家道夫。新曲リリースに向けてダンスレッスンに入りました。今回は曲調もガラッと変わったそうです。をご覧の皆さん、こんばんは。平家道夫です。今回ですね、8月の9日にニューシングル愛の力をリリースすることが決定しました。ワンルームの時とは打って変わってですね、ワンルームはもうラテンポップスだったんですけど、なんていうのかな、かなり今風今風はてなみたいな感じなんですけれども、今風の曲になって、本当にまたコロッと変わってしまいましてですね、歌う相手には嬉しい楽曲になってですね、さらに成長してるんじゃないかな、これもハテナっていう感じなんですがもう聴いていただいて、なんていうのかな、今風の平家を、かなりいつも和風言われてましたので今風の平家をですね、感じていただいて、ぜひとも皆さん8月9日今から手帳に丸つけて、リリース日ってね書いていただいて、9日には走って買いに行っていただけたら嬉しいかなと思います。以上、平家道夫でした。おやすみなさい。寝てあかんね、起きておいてくださいね。新曲「愛の力」をリリースした平家姉さん、先日都内でイベントを行いました。アイドルを探せをご覧の皆さん、こんばんは。平家道夫です。8月の9日に、無事、ニューシングル「愛の力」がリリースされました。すごい緊張してるんですけれども、アンケートのマリスを見た限りではたくさんの方が、来てくれてるんだなというのをちょっと実感して、平家的にはものすごく嬉しいなと思っとるわけです。はい、もう何に関してもそうなんですが、すごい緊張しがり屋なので、緊張しがり屋あって、緊張しまあいいや、緊張してるんですよ。はい、リリースします。デビュー曲のチケットから最新曲の愛の力まで、はい、今最新曲の点々点でなってしまいましたけれども、はい、愛の力まで入ってます。それで未収録の曲、マイセルフという曲があるんですけれども、こちらの方は、シーンが、出た当時に自分で詞を書きまして、そういう曲も入ってますし、あと面白いのが黄色ファイブの黄色い空でブンブンブンを平家バージョンで歌っております。かなりかっこいい仕上がりになってますので、ぜひ9月13日には、カレンダーに丸をつけて、今から丸をつけて、リリース日って前もずっと言ってますよね私ね丸をつけて、チェックしてみてください。以上、平家道夫でした。これからも応援よろしくお願いします。